はい。皆さん、こんにちは。こんにちは。今日もですね、輝くサロンメンバーということで、福良、パン教室福良主催の金谷里香さん。で、彼女は、私の方の認定コンサルタントのメンバーのお一人でもあって、現在は、パン教室の方の講座と、あとは、ウェブ集客、コンサルティングがついているような内容も含めた、コンサルタントとしてもね、ご活躍をされております。はい、今日のゲストは、金谷里香さんです。はい、こんにちは。こんにちは。よはろい、しよくろしおくお願願いいししまます。す。はい。ということで、まあ、早速なんですけれども、はい、リカさん、ご自身でですね、自己紹介の方お願いします。大阪の上新庄という町で、ポンポン弾けるパン教室ふくらを主催しております、金谷里香です。はい。よろしくお願いしよろます。しくお願いします。はい。リカさんは、教室やってから何年ぐらいになるんですか？ですね、今月で12年になりまし12た。年、12年。12、結構長はいい。ですね。なん か、結構可愛らしい感じのね、雰囲気で、そんな老舗な雰囲気を醸し出してないんですけど、実は、歴が長いという12年。はい。一周回りました。ねえ、一周回って。ちなみに、何ですか？ふくらのですね。ふくうっらのて。干支じゃなくて、自分の干支。私の干支ですか？鳥年です。あ、そっか、じゃあ、私と二回り違うの。え、一回りだよね。あれ？びっくりした。二回り。一回りやったらすごい、私若い。いや、私も怖い。どんだけ年取ってるんだって世界になっちゃう。そうそうそう。あ、そうなんだ。私も鳥だから、そっか、その一回りなんだ。12歳年下ですか。頑張ってますね。はい、12年。で、実際に、まあ、大阪、の方でね、やられていて、パン教室オンリー、料理とかお菓子とかはやっていない。料理とかお菓子はやってないんですけれど、発酵菓子で、シュトーレンとか、発酵スコーンとか、は本い。当になんか、パン寄りのお菓子はやってます。なるほど。はい。じゃあ、そんなね、12年をやっている、まあ、パン教室の先生だった。リカさんにね、今日はいろいろとちょっとね、お話を伺いながら、ご自身のね、魅力とか、プライベートとか、まあ、そんな話もね、合わせてちょっと聞いていこうかな、というふうに思っております。はい。そしたら、まあ、もう本当にきっかけの部分なんですけど、そもそも、なぜパン教室をやったんですか？最初。私は本当に全然お料理とかも全くやってなくて、で、ずっと実家暮らしだったんですけれど、なんかこのままだと、お料理もできなくて、もう生きていけないんじゃないかなってちょっとある時思ったんですよ。それで、お料理教室に行こうと なるほ思っど。て、お料理教室に行ったら、なんかお菓子もパンも、まあ、全部一通り習ってみようかなと、その時に思って、で、偶然出会ったパン作りにハマって、で、もうその時に教室を始めようと思って、教室を見ることにしました。なるほど。お料理とお菓子とパン習ったのに、パンにしようと決めた一番強い動機は何なんですか？私の性格に合ったっていうところが多分一番大きいかなと思うんですけど、お料理って材料がすごくたくさんいるっていうイメージがあっあるね、て、あるね、あるある。買い物行っても、ね、やるし、やりはい、方もいっいっぱいあるし、ぱい。調理器具もいっぱい使うよね。そう、それがなんかちょっと合わなかったんです。お料理が習いたかったんですけど。で、それでお菓子も楽しかったんですけれど、妹と一緒に通ってて、同じお菓子がお家に山盛りになって、ああ、確かにね。誰が食べるみたいな感じになってしまって、で、最後残ったパンが、材料がすごくシンプルで、本当に粉と水と酵母があれば、生きていけ。ろんなバラエティ豊かなパンが作れて、しかも、陶芸みたいな感じもあったけど、ある陶芸だったら、物が残っちゃう。けある。ど、パンは
消えるっていうのもすごく嬉しくて。ああ、そうね。は揚げい。物系でね。なのでもう、作る工程とか、材料とか、あともう、最初から最後までが全部自分の性格に合うって思いました。材料教室って思いました。ね、理由聞くと、そうかもしれないと思って。まあ、私ももちろんパン教室はやってたんだけれども、まあ、それは、ニーダを売っていてっていうところでパンだったからっていうところでパンだったんだけど、じゃあ、例えばそれがお菓子教室の先生を回る機器を売ってて、じゃあ、お菓子教室私がやったかっていうと、多分ね、やらなかったと思うんですよ。やっぱり一緒ですね。パンは材料が少ないから、取っかかりやすいっていうのと、場所スペース取らないよねっていうのと、あとは、粉の持ちがいいですよね。腐る度合いが他のものに比べて少ない感じ。確かに。そう、他のものって、例えば生クリームとかって言ったら、やっぱり足が速いじゃないですか、すごく。ちょっと余るとか。傷む速度速いし。で、お料理領域になって言って鮮魚とかね、なんかそんなとか扱っていっちゃうと、もうその時それで終わったら終わり。野菜はちょっと持つけどねっていう感じと、やっぱ買い物に行くのが結構いっぱいね、仕入れと行かなきゃいけないと思うと、パンはおっしゃるように粉、水、酵母、まあ塩レベルかがあれば一応出来上がるみたいなところで、粉の味で変わるとか、酵母の味で変わるとか、まあ、あと成形でも味変わったりするのでね。ところ整が、形も楽しかった。整形も楽しかったね、です。成形も楽しいよね。私も成形習って、へ、こんな形できるんだって、私スケッチから描いてやっちゃうタイプだったから、前、発酵っていうことを忘れていて、出来上がりの絵が素敵な感じにしたら、ブクブクのデブデブになって。あれ、こんなんじゃなかったんだけどとか思う失敗をやったことあります。高子先生のパンは、もうどれもすごい可愛くて、いっぱい習いに行きたかったって今でも思います。知ってたらいいかなって。リカさんのパンだって可愛いじゃない？基本だって。りがとうございます。ちょっと今サイトを共有するけど、これね、先生講座のやつだと。まあ、もちろん他でもね、習えるようなものとかもあるんだけど、なんか世界観が可愛いよね。なんか。ありがとうございます。そかの、わいいの大好きです。ね、この、やっぱねじり系のね、こういうのもね、なんかね、嬉しいよね。なんか、やった感がある。他っちゃ穴開けるだけだから、やった感があんまりないけどね。ですね。食パンもね、やった感がないんですよ。難しいんだけど。難しいですね。奥深い。奥深いし、美味しいの作ろうとするとね、山のね、ここのね、上がりとかね、上がってますなっていう、このマニアな喜びが分かる人じゃない。あの、すごく分かんない。ね、こういうのはね、まあ、いっぱい材料入ってるし、とかっていうのも、あ、これも可愛いですね。ありがとうございます。このクロッカンショコラ。金粉金箔です。金箔です。だよね。あれがあるのとないのとで、仕上がりが全然違います。硬化水の回とかめちゃめちゃマニアック。大好き。チャパタ、蜂蜜フロあれマ。かな、すごい、マニアックですね。改めて見ると。だってこの生地の写真こんなに大きく載せないよ、普通。まあ、硬化水だから載せる必要があると思うんだけど。めちゃめちゃ、しかも、生地だって言ってるけど、ね、わかんない人、何これ？みたいな。そうかそうか、確かにそうですよね。これなんか動物とかなんか昆虫の巣とかさ、なんかさ、わかんないけど、人によっては、見えますね、全然。わかんない人はわかんないと思うよ。繊維っぽい。そしてクロワッサンですか？みたいなね。まあ、折り込みの生地のとこで。まあ、だからちょっとなんとかな、このレターのクラスは、ちょっとマニア向けだから、超初心者向けじゃない気がするよね、これは。そうですね。ちょっとマニアックなものを作るんですけど、本当にパン作りをされたことがない方でも、ボールの選び方とか、本当に麺棒一本の選び方とか、もうそこから始めていくので、なるほど。
初心者さんもウェルカムです。出るかも、初心者さん。今言ったその、あれも選んでって、超初心者ってどこから行けばいいの？まずは。超初心者。超初心者はどのクラスになるの？これ季節。このレターのクラスです。あ、エターのクラス超初心者なの？これ。本当？初心者。超初心者って何？クロワッサンになる？高そ加う水なになっんちでゃす。うの？そうはい、なの？硬化水。硬化水はちょっと後ら辺に出てくるんですけれど、最初ら辺はもう丸めてペタンコとかからスタートなんですけれど、はい、フーガス実は初回なんです。これ。まあ、フーガスはでもさ、ほら、まだわかるじゃん。なんか、ベロい。ベロってなって、ちょっと穴開けてって感じ。そうなんです。意外と簡単。まだいいけどね。はい、まだいい。まだいいけど、まはい。あまあな感じのパンが並んでる印象はありますもう、ありがとうございますですかね。そうそうそう。でも、ね、そう、可愛いっていう印象がすごいあるから、やっぱりそういう自分もパンが可愛いと思ってきっと作ってるんだろうなっていうふうに思ってますけどね。い、もう、可愛くて仕方がないです。ね、誰かね、お菓子の先生と話したことがあった時に、まあ、パンの先生って生地とかパンの顔が可愛いとか言う人がいるとか言って、なんかわからないそれとか言って言われて。何かわいいってとか言って、いや、生地がブクブクする感じがとか、お顔がいい方こっち向かせるとかいうふうに言うと、なんかもうわからないとかってお菓子の先生が言って聞いたこと。でも生きてるなってすごい生地を触ると思うので、なんか1個とかじゃなくてもうこの子って言ってしまいます。この子は、写真撮るときとかも、この子はこっち向きの方がいい顔だからとか言って、写真撮るときね、撮りますからね。めっこの子ち上ゃ。手。まあ、そこが多分ちょっとね、お菓子の場合と少し違う部分は、もしや、お菓子の先生でこの子っていう名前聞いたことないもん。そうなのか。お菓子は、この子って、やっぱ、酵母が生きててそれができたっていうところをみんな、パンの先生は、膨らんでってるっていう様子も見てるからじゃない、生きてる感があるんだと思う。飽きないです。飽き性だけど。飽きるようだけどね、まあ、12年やってるとね。で、まあ、じゃあ、そういう勢いで先生になったっていうのはわかるんですが、教室ね、これから始めたい人も当然いるわけで、最初立ち上げの時って、どういうことを考えて何をして立ち上げたんですか？教室を立ち上げるときですね。そうですね。それまで、ずっと、働いてた職場が、IT 企業だったんです。で、そこの IT 企業の会社のホームページ診断士っていうお仕事をしてたんですけれど、ネット集客のお仕事をずっとしてて、で、妹がアクセサリー作家さんをしてたので、そのサイトを売れるようにしたくて、その会社に入ったんですけれど、自分のためじゃなくて妹のためなんだ。で、もう妹のネットショップもできて、で、軌道に乗るようになって、っていうのを見てると、もう自分もやりたくなってきて、で、それがたまたまパン教室をやりたいっていう時期にぴった重り。なって、で、その自分がやって、アドバイスをしてたことを自分が実践して、ネット集客から始めて、ホームページを作って、教室をスタートさせました。最初から集客はうまくいったんですか？集客は本当にめっちゃ困ったっていう記憶はあんまりなくて、教室がオープンする3ヶ月ぐらい前にホームページを完成させて、で、そのもうちょっと前ぐらいからブログとかも頻繁に書いたり、いろいろしてて、集客に関しては順調だったかなっていう気がします。開業時それってなかなか珍しいパターンだからね。それはまあ、もともとネット診断士っていうのもやってたっていうのも多いと思いますけどね、やっぱりね。大きいと思います。で、それを盛り込んでページを作ったわけだと思うんです。特にどこのあたり注意して作ったんですか？ですね、やっぱり、今から12年前なので、今とはまた少し違うんですけれど、当時は、
これちょっとリニューアルしたものなので、これよりもうちょっと古い感じでスタートはしたんですけど、私はパン教室を始めた時にほとんどパンが作れないのに教室を始めてしまったので、なかなかそこで泣いたんだよね。で、なんか教室のこだわりとかも、本当は書きたかったんですけれど、国産小麦を使うメリットとか、なんかこう、材料をこだわってしまうと、そもそもそんなにまだ作れないのに、なんかいろいろ制限してしまうなと思って、他の教室より、まずは可愛さで目立とうと。ああ、ちゃんと決めたんですね。可愛さで目立とう。確かに可愛いですもんね。可愛さで目立とう。で、一回教室に来てもらおうっていう流れを作ろうと思って、とにかく、中身はすごい薄かったんですけれど、可愛いは他には負けないかなっていう感じで、最初のスタートはしました。なるほどね。で、実際に可愛いに惹かれた人たちが来たってことですね。なんだか大体来てくださる方が、なんか他のページと、を、他の教室も見たけれど、そんなに、惹かれなかったけど、うちのホームページを見て、あ、ここにとにかく一回行ってみたいって思ったって言ってきてくださる方がすごく多かったです。なるほどね。来た人が申し込みをするきっかけっていうか、確定的な動機は、やっぱ可愛かったから決めてくれたんですか、皆さん。最初のきっかけは、他の教室よりかは、ここに行きたいって思ってくださる方がやっぱり多くて、で、あと、パンが美味しそうに見えたっていうのもよく言ってもらいました。で、来てもその印象が変わんなかったから、そのまま申し込みになったってこと。そんな感じでした。そこが売りだと。当時は。で、多分12年ね、その、やっていて、出だしね、特にそんなパン、ろくろく作れない開業しちゃったっていう、その勢いはどこから来たんでしょうか。何なんでしょう。何かが降りてきたんです。これだっていうのが。そしたら行くんだと。やるんだ。そうです。なんかね、でも、全然迷わなかったかって言われると、実は、ちょっとは迷いました。こに迷った。ずっと実家に住んでたので、場所をまずはやっぱり借りないといけないっていうところで、そこまでやりたいかなっていうのが少しあるかなって思ったんですけど、もうやりたいって思ったことはやらないとずっとここにあるだろうっていうのは分かってたので、もうやっちゃえって思ってやっちゃいました。私の過去の記憶によると、最初1個のパンだけで教室をやったふうに聞いた記憶があったんですけど、それは正しかったでしたっけ？正しいです。なかなか皆さんね、聞いててね、大胆ですよ。1個のパンだけで教室やるんですよ。今はちょっときついかもしれないけどね、その勢いが素晴らしかったと思うんですけど、その1個のパンってちなみに何だったんですか？トマトチーズオニオンです。そのパンで教室ね。そしたら一回見たらみんな終わりじゃないですか。そうなんですよ。なので、毎月1個新しいメニューを作ろうと思って、で、1個あればスタートできると。じゃないですか。これちょっとスタートできなくて、次から次へといろんなレシピ習ってっていう人は、ちょっとこのガッといく感じを見習ってほしい。1個のパンで、今はきついかもしれないけど、1個のパンでもやっちゃって、で、1ヶ月あれば次のレシピ作れるやっていう、この感じは、ぜひ見習ってほしいなというふうに思いますけどね。すごい、今思えば冒険したなと思いますが、やってよかったって思います。まあ、あとは生徒さんが1個しか教えてないかったら、次来たかった時、先生次はこれをとか言ってくれるんだろうけどね。なんか、レッスンやって、次のメニューは決めてましたね。でも、その次のメニューは本当になかったです。自転車操業的な感じ もう本当に、そんな感じです。ですね。
まあでもね、そうやって徐々に徐々に多分人が増えてって、まあ皆さんも通い続けてっていうことだったと思うんですけれども、何かそうだな、そのパン教室をやっているときに経営上ですけどね、自分なりきに、ああ、ちょっとこれはピンチに陥ったなとか、辛かったなとかっていう思うの、何年目にどんなことがあったとかって何か思い出せたりとかしますか？そうですね。やっぱり、コロナももちろん、ちょっと変化が大きいなと思ったんですけれど、それよりちょっとぐらい前から、世の中の、ネット、スマホの皆さんの活用具合が明らかに変わってきた時があって、2017年ぐらいかな。これは私もうかうかしてられないなと思いました、その時。で、ちゃんとお勉強しないと、私ものんびりしてられないと思って、そわそわし始めて、でも、ずっと一人でやってたので、誰に相談するもなかったので、その時に相談できる人がいないっていうので、ちょっと苦しい時期がありました。そうね。今もね、多分一人でやっていて悶々としているタイプの人って多いと思うんですよ、教室の先生って。誰に相談したらいいかわからないっていうことでね。まあ、そういうね、人も多分救いたいと思っている領域で、リカさんの中で入ってるのかもしれないんだけれども、今のリカさんはどういう人に主に伝えたいとか思っているんですか？私が伝えたい。そうですね。伝えたい。食いたいでも、人、救い、今、先生講座の方を力を入れてやってるんですけれど、まず私が先生講座を始めようと思ったきっかけが、パソコンが苦手とすごか、いですスよね。マホが苦手で、そっちを教えてほしいっていうのからスタートだったんです。なので、その方たちを救いたいと思って、先生講座のパンの方をスタートする前に、ウェブ講座を先にスタートさせました。で、今は、パンの先生講座と、あと、ウェブ講座と並行でやってるんですけれど、実際に、皆さんにお伝えしている中で、苦手な方はやったことがないから苦手とか、触ったことがないから苦手意識を持っている方がすごく多いっていうことに気づいて、で、実際に触ってみたら、意外と楽しい、面白い、で、ワクワクする、で、世界が広がったっていうお声がすごく多い。っていうのを今すごく実感しています。なので、おそらくまだ、スマホも全然操作がわからない方とか、だけど、パン教室をやりたいっていう夢をお持ちの方が、きっとたくさんいらっしゃるような気がしています。なので、その方たちを応援したい気持ちが今はすごく強くあります。もともとがね、そういうのを見てたからっていうところですよね。まあ、私なんかはもう業界、自分がパンの先生とこ回ってたところまで含めると16年か17年見てるんで、多分リカちゃんより前から業界は見てるんだけれども、昔も今も、できないですね。できないって言ってる人が多いのは。今もやっぱり多いですよ 多ね。いですよ。さらにもっとネットの進化が今すごいから、本当にそれについていくの、精一杯だけどついていこうと頑張る先生と、もうダメって諦める先生との差が激しくなってるかなって。それもすごく思います。やっぱね、時代が変わるときって、その時代に合ったツールはやっぱりね、覚えていかないといけないんですよね。そこで諦めると、やっぱり、まあ大きくふるいにかかったのは、やっぱコロナの時にオンラインのレッスンやるかやらないか、ここに大きくふるいにかかって、今は、やっぱチャット GPT ですよ。あれあたりを上手に使って、
とか AI と上手に付き合えて教室運営できるかどうかが次の段階のふるいに落とされる時期かなと思ってます。思います。本当に。なんか知ってても、それを活用する人と、知ってるけど使わない人とに、またここも分かれそうなそうそう。で、さ感らじに、が。そもそも使おうともしないタイプ。あ、そうですね。で、割と教室の先生は使おうともしないタイプがほとんどだから、逆にちょっとでもね、できると業界の中で上に行くのそんな難しくないんだけどねっていうところ。波に乗った方が楽ですし。そうそうそう。だから、最低でも世の中がやってる時にとりあえず乗っとくと教室業の中においてはかなり進んでる方になるはず。だから、それでいいかなとは思っていますけどね。年齢的には何歳ぐらいの人？そうですね。私と同い年ぐらいの方から、50代の方、40、50代の方、応援したいです。60代もちょっと、頑張りたい方は応援しまああ、なるほど。年齢が上っていう人が来ちゃうのは自分的には大丈夫なの？す。大丈夫です。親切、丁寧に教えてくれる？はい。すごい相談しやすいと思います。聞きやすい。多分今こうやってね、喋ってるこの感じがそのまんまだから、きっと、涼しいだろうなって思ったんだけど、皆さんもともとパソコンはできた人だったってこと？そしたら IT の会社にいたわけだから。IT の会社に行くときには、ホームページとかはもう作れた感じだったんですけれど、最初はひどかったです。どういうふうに？メールアドレスと URL の違いがわからなかった。おお、なかなかの。なので、ちょっと今考えたら笑ってしまいそうなんですけど、ブラウザのこの URL を入れるところにメールアドレスを入れて、なるほど。やってた。そして何も出てこないっていう。そう、あれ、使い方がわからない。でも本当そのレベルでした。じゃあ逆に言うと、できない人の気持ちがわかるってことだね。その状態でやってはい。わかります。わかるはずです。る。わからない。全然わからない。今教えてる人ってどのレベルができていて、どのレベルができていないっていう印象なんですか？人によって、生徒さんですよね。ウェブ講座とかで。できる方とできない方っていうのはやっぱりいらっしゃるんですけれど、パソコンが苦手、スマホが苦手っておっしゃる方たちは、いつもみんなが絶対つまずくところは、アカウント作成アカウント作成。です。はい。アカウント作成がちゃんとできて、ログインさえできれば、意外と使える皆さん。なるほど、じゃあアカウント。そう。そうです。アカウント作成のところでもうパスワードを忘れちゃってログインできないとか、あとは最初の設定の時にエラーが出てきたりとかして、エラーじゃないけど注意のなんかの画面が出てきたりとかすると、あわわってなっちゃう方がいらっしゃるけど、でもそこをやると意外と皆さん前に進める方がほとんどかなね、と思います。じゃあ出だしのところでね、つまずかないようにっていうことをサポートしてますよっていうところがウェブ講座の方なんですね。さっきね、ホームページの方はちらりとお見せしましたけれども、ウェブ講座はこんな感じで、ページが、これもやっぱね、可愛らしく出来上がっていると思います。これも全部、リカさん自分で作ってるんだもんね。作りました。いいんじゃないですか。可愛らしい感じになってて。ありがとうございます。リカさんが開講するこのウェブ集客アカデミーは、どういうタイプの人が習うといいんですか？もう教室をやりたい、やるって決められている方は、ぜひ受けていただいたら、この先、楽になれるなってすごく思うので、もう、やるって決められた方は、受けてほしいなって思ってます。迷ってる段階だったらちょっともったいないかもしれないので、やるって決められた方は、
絶対に学んだ以上に、前に進めるし、おそらく、今だけじゃなくて、1年後も2年後も3年後も、大切な考え方とかがたくさん詰まっているので、ぜひ知っていただきたいなって思っています。今ね、ここのページで、ここで手を止めて、ここを表示してるんだけれども、はい。ここのエピソードなかなかいいですよ。たった一つのパンしか作れない状態で起業して11年。パン作りのプロがわんさか溢れる中、前代未聞。今思えばちょっと無謀すぎる挑戦ですが、パン作り初心者のまま希望、起業。IT でお仕事しながら2年間は掛け持ちパン教室、その後1本で独立っていう。このあたりとかもやっぱり今どうしようとかいろいろ考えてる人には励みになる話じゃないですか。はい。はい。うんうん。2年掛け持ちしましたね。掛け持ちで独立できない人結構多いんでね。あ、はい。ここは私もちょっと勇気がいりました。めっちゃ天秤かけました。どっちしよ天秤をかけて教室独立を選んだきっかけというか大きな要因は何だったんですか？う。はい。まず、本当は、仕事を辞めるつもりはもともとなかったんです。独立するつもりで始めたわけじゃなかったので。だけど、実際にやってみたら、意外とパン教室はやることが多いことに気づいて、もう、いっぱいいっぱいになりました。で、それで、最後、もう、どっちかにしないと体壊しちゃうなって少し思ったので、その時に、本当、五分五分だったんです。もうどっち選んでもおかしくない状態だったんですけれど、どっちも働いてたお仕事もすごく好きだったので。なるでほど。も、パン教室を選んだのは、10年後、私自身が楽しそうにしている方を選ぼうと思いました。10年後の今、私がめっちゃ笑ってるだろうなって思う方を、ちょっと冒険になっちゃったんですけど、選びました。それは何歳の時だ？そしたら。32歳です。ちょうど10年後が今年です。そうだよね。32でね。そこもなんてか似てんだよね。10年っていうところで。私42だから起業したの。本当だ。10年ずれな感じで、こうやって私たち出会ってるって感じ。本当です。そう、40。うん。でも10年後、本当に笑ってたから。選んで正解だったって思います。ね、で、ここに書いてあるけど、自分で集客できる力をつけることの大切さって、これは大事ですよね、やっぱりね。大事です。はい、もうホームページ診断士をしてた時にやっぱりホームページ作ったりブログを書いたりしてるけど、すごくいいものを売られてたりするんですよ。いいもの作られてたりするんですけど、そのただ書いてるだけとか、ただホームページを作っただけっていうので、伝わらない内容だったり、見つけてもらえなかったり、見てもらえないっていう方たちがたくさんいたので、ここに書そう、いてありますよやっぱね。り、まさに、先生、この状態ですからね、普通に皆さん。そう、皆さんやっぱり作ったら、誰か来てくれるだろうって普通思に。われるんです。けど、そんなに簡単にね、見つけてもらえないんですよね。見つけてもらうことは絶対しないとダメだよね。なので、伝えたいものがあるなら、伝えるっていうことを諦めずにやらないといけないんだなっていうのはすごく思っています。で、それをお伝えしているのが、こちらのアカデミーということですね。そうです。そうすアカデるミーです。と、今は、パンもやってるし、アカデミー、ウェブ集客も教えてるって、自分の中での割合のイメージはどんな感じなんですか？そうですね。パンの方は先生講座もやりながら、生徒の単発レッスンも少しやってて、なので、もう本当に半々ぐらいです。半半。半々です。なるほどね。はい。で、両方とも同じようなターゲットさんなんですか？ 40 代なの、50代なの、60代なのっていう。ですね。
ウェブ講座の方は、別にパソコンが苦手な人とかそういうのに、特化しているわけではなくて、教室されたい方は、30代の方もいらっしゃったり、20代の方もいらっしゃったり、20代も、はい。20代はね、私、若いですね。洋食学でしか教えたことがないな。コンサルでも20は見たことがない。うん、30代は、20代も起業とかしたりするんだ。はい。なんか、ちょっと、エネルギーの感じが、また、年代が変わると違うなっていう気はするんですけれど。絶対エネルギー違うと思う。けど、いい刺激をいただけます。なんかね、慣れている、話しやすいお姉ちゃん先生みたいな感じなのかな。あ、そうですね。で、あと、そうですね。ファンの方は30代の方も多いですし、でもやっぱり40代、50代が多いかなっていう気がします。似てます。なんで40代、50代が多いと思う？私がその年代だから。ああ、それもあるかもしれない。それもあるかもしれない。世の中的に考えたときに。世の中的に考えたときに、例えば子育てが終わって自分の人生をスタートしていこうって思われる方とか、あとは独身の方とかだったら、仕事と、あと自分のやりたいこととかを考える時期なのかなって思ったりします。おおむね多分合ってると思います。やっぱ子育てしている人でも手を離れるからちょっとやっぱり考えたいなとか、あとはもうちょっと収入増やしたいよねって思う時期だったりとか、子供の逆離れてるけど育てるっていうのはあれだけど、塾だの学費だのがかかってくるとかいうのがっていうこともあって、それを稼ぎたいっていう気持ちが芽生えてくるとか。あとはやっぱりカウントダウンですよね。自分の人生、例えば80なのか70なのかって考えたときに、もう一回生き直すって考えると40代とかぐらいに生き直すって決定してまたゼロからやるように頑張んないと結構難しいと思うから、やっぱ40、50は多いかなっていう気がしますね。60そうはですもちろん絶対ね。構わないんだけど、体力が出てこないんですよ、60になると。そうですよね。なんか、確かに、今、50代の方が多いんですけれど、50代の方は、本当に、今もう動かなくちゃ。で、どうせならもう自分がやりたいことに、で、花を咲かせたいっておっしゃる方が多い印象があります。まあ、ギリ体力を持つギリギリのラインだからね。60から体力が落ちてるっていうわけじゃないんだけど、大目に落ちてますね、60になると。無理が効かなくなるから、やっぱり体の体力に合わせた夢の追いかけ方っていうふうになるから、50とか40後半とかまだ全然バイタリティあるからね。追いかける力とかもあったりするから、やっぱそこになってくるんだろうなっていうふうに思いますね。高子先生を見てると12年後が楽しみです。ああ、そうね。さらに12年、私もっとすごいことになってるから、いつまで経っても追いかけきれないみたいな感じと思うけど。楽しみです。そう、だから私の役割は多分皆さんが常識と思っていることの枠を外してあげる姿そのものを見せることが私の役割かなと思っていてね。とやっちゃいけないんじゃないかとか、こんなことってもう年だしとかを言わせないっていう感じ。言えない。言えない。言えない。この間人魚とかになったし。見ました。すごいと思って。あれは、あれですか？AI と組み合わせてとかじゃなくて？全部本当に、すごい。おひれも吐いたのよ、あれ。あすごい。れ、びっくり。めっちゃ普通にちゃんとセット組まれたところで、竜もちゃんとセット組んでもらって、あれは、ヒロさんの世界観は全部実写なんですよ。AI じゃないんですよ。私が書いてるかなり似てるんだよ。いあれ、や、あまりにも出来上がりすぎてて。実写の世界をちゃんと撮っ
本当にやって撮ってるから、ちゃんとメイクもされてるシーンとかも出してるし、はい。すごい。ちょっともう一回見ます。よく見て、あれ実写だから、AI じゃないから。で、私がいつもミッドジャーニーでお絵かきしてるのは、例えば、ハセオさんのその世界観とかを想像しながら、プロンプトっていうね、言葉を入れてって書いてってるから、似たような感じにはなるんだけれども、のやつは、私がやったんじゃなくて、ハセオさんが作った世界観に、私入ってポーズしてるだけだかすごいです。もう一回見ます。ら。一回見てください。はい。っはい。ていうね、ことも含めて、だから、やりたいって思ったことは、まあ、大概、できるんですよ。で、やりたいと思ったことができない場合に、一番、まず残念なのは、健康状態っていうのは諦めざるを得なくなるときついじゃないですか。うん。やっぱり体はね、やっぱちゃんとメンテナンスしようね、がまず一つだし、あとはお金がないからできないとか、時間がないからできないっていう人もいるんだけれども、まあ、どっちが先かって言ったら、お金を手に入れる方が先なら時間を買うこともできたりはするので、うん。誰かにそこをお願いすればね、自分やんなくても動くからとか、機械のシステム導入すればそれで OK とかあるので、うん。やり方はたくさんそうそうあそりう。だからやっぱ稼げる力をね、身につけてってほしいなっていうのは思うし、まりかさんもそれを教えているということですよね。まあじゃあね、そろそろ最後のまとめ的なところに入っていくんですけれども、まあ、見ていきたい、教えたい人、救いたい人っていうのはもちろん聞いているんですけれども、リカさん自身がどういう今後ね、じゃあ10年先が自分が楽しみって思えるように、今をどういうふうに過ごしたいと思っていて、で、それをまた一緒にね、学んでいく。どういう気持ちで一緒に学んでほしいかっていうところをちょっと聞きたいかしら。もう、どういうふうに一緒に学びたいか、自分自身学んでいをどういうふうに10年とかやっていきたいかとか。そうですね、そうだな。特に何からないでもいいけど、日々楽しく過ごせればそれでいいっていうのでも、もちろん答えとしては。まずは私は、本当に今までこの前の10年が一人でずっといろんなことをやってたので、今回は一緒に学べる生徒さんたちが、集まる場所で共に勉強して、みんながそれぞれがやりたい夢の形を叶えていきつつ、常にワクワクした気持ちで、刺激を与えながら成長していきたいです。皆さんと一緒に私も成長していきたいです。で、のんびりもしたいな。のんびりもしたいな。のんびりね。どういうふうにのんびり。う緑のあるところに、週の半分ぐらい遊びに行きたい。っていう、ゆるい夢があります。なるほど。まあ、じゃあ、そう、それを叶えるためにね、集客の自動化、収益の自動化ができていくといいよね。そうすると3日遊んでも全然大丈夫っていう状態作れると思うから。小さな暮らしを楽しめる楽ようしになりい。うん。ますね。じゃあ、ね、生徒さんも今教えてはいるんでしょうけど、リガさんが自分の持ってる講座の中で、まあ、特に1押しとか2押しか知らないですけど、これが私の講座の中ではおすすめですとかいうのがあれば、ぜひ PR してみてください。まずは、本当にパン教室を始めたい方は、本当ウェブ集客アカデミーは受けた方がいいよっていうのはすごく思うので、本当に知ってほしいって思います。長く自分が楽しみながら生徒さん来てくださる方も喜んでもらえるっていう流れを、よくわからない状態で頑張るんじゃなくて、こうなるから今これをやってるってわかりながらやると、本当に心が楽になるし、辛さも減るはずです。すごく楽しめると思うので、ウェブのこのアカデミーはぜひ、
本気でやりたいって思われている方は、受けてほしいなって思ってます。これ一つ。一つ。で、あともう一つは、パン作りの方ですね。パンの先生講座の方です。レターが次、9月から4期生の方が始まるんですけれど、どこだ？どこに？先生講座、右です。右？右？あ、そう、先生養成講座、ごめんなさい。その2個、それです。その1個、それです。はい。はい、この、パンと発酵菓子の先生講座レターの4期生が9月からまたスタートします。6月の末から、11ヶ月コースの方、募集の方、スタートになるんですけれど、1年を通して、パン作りの、ちっちゃなことからマニアックなところまで、すごく濃ゆい11ヶ月間を過ごしていただけつつ、開業準備のワークっていう、また、アカデミーとは違う、パン教室だからこその、ワークですね。っていうのもついてたりするので、これだけでも前に一歩進みやすい内容になっているので、やっぱり、パンの方も、ご興味があったら、ぜひ受けてほしいなと思います。じゃあ、ネパンの方だと、このレターが9月開講と、あと、はい。アカデミーの開講がこれいつなんだ？これはですね、秋を予定してて、おそらく10月が次の、開講になります。じゃあ、ご興味がある方は事前に連絡をしてということで、またご案内を出すっていう感じお問い合わせくださると嬉しいです。かしら。はい。ということで、はい、今日ね、約1時間いろいろとインタビューをしてまいりました。はい。じゃあ、最後に一言、今、人生に迷っていったりとか、教室どうしようとかって迷ってる人にエールの一言をぜひお願いします。迷われている方、教室やりたいけど、迷われている方は、本当に教室、パン教室は、やってリスクってほとんどないので、やっちゃった方がいいですね。もう、やらないことが一番もったいないし、一番、やりたいんだったら、もう、やっちゃえばいいって思います。はい、はい、わかりました。勢いを感じました。ありがとうございます。自分がね、実際にやっちゃった人だからね。はい。なので、そういったね、迷ってる人の背中を押してくれたりとか、後押しする気持ちもすごくよくわかると思うので、このお人柄いいなっていうふうにね、思いましたら、ぜひ、皆さん問い合わせをしてみていただければというふうに思います。はい。じゃあ今日はね、長い間ありがとうございました。金谷梨花さん。になります。よかったら皆さんね、問い合わせしてみてください。以上になります。お疲れ様でした。ありがとうございましはい、た。失礼します。まあ。